破壊神。これが私の力。マーブルチョコがバーンってなってる。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんです。はい、今日は100円ショップに1000円で買い物に行きたいと思います。イエーイ。じゃあ早速行ってきます。1000円。買ってきました。ちゃっちゃらーん。これはセリアで買いました。テーマはハロウィンです。じゃあまず何を買ってきたか紹介していきたいと思います。まずでかいのから。ドドンパ、スケッチブックでございます。ドドンパ、ハロウィンの飾るやつです。ドドン、糸です。オレンジがなかったので黄色買ってきました。折り紙、これは丸いシールですね。ででーん、幽霊とかコウモリとかがいっぱいあるシールです。かわいいと思って買っちゃいました。これはお菓子とかパフェとかが書いてあります。パフェ、イワシ、ででん、アイスとかケーキとかがありますね。かわいいシール、ニコニコマークのやつがあるので買いました。で最後はドドン、このキラキラのテープね、これも使います。というわけでこんな感じでやっていきたいと思います。ひまわりオリジナルグッズ売ってるよ。オリジナルソングもダウンロードしてね。まずはここの表面が邪魔なので取っていきます。全然うまく取れない。破壊神、じゃりゃーん。というわけで切りました。テープでやったりしていきたいと思います。ハサミとかも必要かもしれないから切ります。もちろんお茶もいます。じゃあやっていきたいと思います。え、全然取れ、力づく。これが私の力。右が右、ブー、バーン。撃たれた。なんて書くの？プラ楽しみだ。お父さん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 。まーちゃんがいない間は私のしんちゃんを消え。おい、おら、しんのすけだぞ。しんのすけさようなら。まーちゃんマジで履いてんのどうしたの？朝起きたらこうなってました。チロイー、チロ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 。そしたら貼っていきます。あ、貼って書いてある。ちょっとね、今大変な作業をしているところ。え、飛んできたね、びっくりした。待って、どこ行った。あった、よかった。まあ、得意の意味がわかると怖い話。あれか、たこ焼き屋さんがあったんですよ、有名な。たこ焼きを食べてみたら、なんかタコじゃないものが入ってて、これタコじゃないものが入っているんじゃないですかって言ったの。そしたらたこ焼き屋さんは、それは大きな誤解ですって言ったの。さて、怖いところは何でしょうか。でんつく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 。答えは、それは大きな誤解ですってところがあったじゃん。誤解っていうのはミミズの仲間で、そのミミズが入ってたの。しかも大きな誤解が入ってたってわけ。何それ、何もう一個あるでしょ。子供がおじいさんとおばあさんの家に泊まってました。ある日、その子供がお腹減ったって言ったの。そしたらおじいさんは、今夜はゆで卵にしよっかって言ったの。孫は家から逃げ出しました。スギグタイム。わかった、孫アレルギーだ。違います。なんで。正解を言います。ゆで卵、ゆで卵、ゆで卵、ゆで卵だから。あー、孫を呼んでるってことですか。本当怖いですね、それ。じゃあシール貼っていきます。はい、表面できました。ハロウィンパーティーでございます。
まずはじゃあオレンジ使います。テープが貼れたので次は何か作っていきたいと思います。パパが顔しとめました。よっほじゃあ黄色い紐をもう活躍します。待って、始まりどこ？始まり！ここぐらいで切ろうかな。そしたら、アイテムみたいなのにもうくっつけて、中に入れていきたいと思います。どう入れればいいかな。まあ、じゃあそれ、貼るときには少し盛り上がるような貼ればいい。ずっとしていい。これも使っていきたいと思います。次はこのシール貼ります。お菓子のシール。このシール使います。はい、そしたらこう貼って、ページ完成しました。このね、紐を抜いていくんですけれども、どの紐を抜くかどうかは皆さんが決めてください。この調子でどんどん作っていこう。イエーイ。じゃあできたので紹介していきたいと思います。その前に本にめちゃくちゃ興味のあるおーちゃん、パッ、うおー、魔法できました。はい、読みます。ハロウィンパーティー、まー、あ、ちゃん作絵。さあ、ハロウィンパーティーの始まりだよ。みんな楽しんでね。で、ここの紐、好きなの引いてください。どうしよっかな。これ、じゃじゃん、チョコレートが出ました。すごい。はい、はい、これはお金です。やった。おい、はい、マーブルチョコです。マーブルチョコらしいです。マーブルチョコ。じゃあ最後はこれかな。はい、なんだこれ。あ、スイーツとかです。じゃあ次のページへ参りましょう。次はお食事タイムだよ。みんなが好きな食べ物はあるかなって書いてあります。ここにいっぱい食べ物があるけど、自分が好きな食べ物探してみて。チョコレート好き。よかったじゃん、いっぱいあるね、お菓子。あ、ここにマーブルチョコがバーンってなってる。チャチャラーン、こんな感じです。次行きましょう。夢の国へようこそ。夢の山に登ろうってことで、点々のついているところをこう辿っていくんですよ。一番下からこう点点点みたいな感じで。じゃあおちゃんもやってください。はい、テク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 。おー、早いですね。ボン。じゃあ次行くよ。お店屋さんでは何を買いたいですかってことで、いっぱいお菓子が並んでいたりします。お店屋さんではニコニコマークが欲しいです。これ店員さんだよ。これ店員さんだよ。店員さんなの。あ、本当だ。皆さんはどれが欲しいですか。これ皆さんお肉かと思ったでしょ。クッキーです。おーちゃんは何か買いたいものはありますか。私は全部よ。全部買いたいの。じゃああげる。やったぜ。じゃあ最後、ドドドン。パーティーに参加してくれてありがとう。オリジナルのかぼちゃが入りを探してみてねって書いてあるから、みんな探してみてね。見つけられた。じゃあ次です。隠れミッキーがいるよ、探してみてね。7匹だよ。1、あ、あった。2、あった。3、ここね。4、6、ヒント、お化けが持ってるアイスの中にあります。あっ、いた。めっちゃ分かりづらいけど、ありました。はい、こんな感じです、私の絵本は。
ハロウィンをイメージして作ったのでハロウィンブックにしてみました。はい、セリアで1000円で買い物してハロウィンブック作りました。イエーイ、いかがでしたか？ありがとうございます。皆様ね、ぜひ100円ショップに行ってまーちゃんの真似してみてね。おーちゃんもだってサプライズブックみたいなの作ったよね。うん、2人でさ、全然お互いに分からないのにシンクロしたね。だからえ、びっくり、パパびっくりしたよ。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひまわり咲いたるじゃんけんぽい、皆さんグーを出しました。勝った人は明日かわいい絵本が作れるかも。わほー、バイバーイ。ズズズズ、ポンポン。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。